あ、そうそう、どうもコイン投資のにハイマンです。ハイマンさん。はい、どうしたニック。はい、あのコインが返ってきました。ん、何の話だっけ。結構前にコインのグレードが気になってスワボ終わって鑑定に出したじゃないですか。はいはい。で、その結果次第でどっちかがご飯をおごるっていうあれ。あれね、神経衰弱の時のコインか。ですです。あれいつくらい、9月とかだったような気がするな。そうですね、9月ぐらいでまだ結構暑かったですよね。あー、そうだそうだ、神経衰弱で勝った方にあげるって言われ、言ってたコインをニックが見て、はい、まあ実費でね、ニック実費だよね。はい、そうです。僕が実費出しました。簡単に出すからグレードが上がったらくれって言ってたやつだよね。確かそうです。はい。で、グレードが下がったら10万円分の食事をおごってくれるんだったよね。そうなんですけど、上がってると思うんですよね。もう鑑定とかね、出しすぎて覚えてないんだけど、どんなコインだったっけ。はい、コインは、ビザンツ帝国の XF52 のコインになります。ああ、ビザンチンもいろいろあったもんな。どのコインだったっけな。ニックが欲しがってた。ビザンチンの金貨。こちら VF の、52かのグレードなんですけど、これね、もうちょっと綺麗なんじゃねえかと、 CHXF とか AU 行くんじゃないかというね、あのニックからの依頼で、はい、あーこれか。あー、はい、ハイマンさん、このコイングレード上がるか下がるかどっちだと思います。これ難しいな。これ絶対上がるでしょうとまでは思わなかった気がするんだよね。でもちょっと上がりそうな気もするしな。つっても本当もう知れてるレベルだと思う。妥当な気がする、はい。もしグレードが上がるなら、例えばね、XF が、まあ、CHXF とか AU とかになれば、ニックにあげる。はい、で、もし下がった場合は、まあ、つまりね、XF が VF とかになった場合っていうのは、ニックが僕にご飯おごってくれるってことだよね。そうです。今もうとりあえず早く確認していきましょう。おっそっす。では、こちらです。お願いします。はい。あ、このまんま、このまんま、このまんまですよ。手じゃ開かない。透明のビニールがすごいあるから。はい、はい、はい、じゃあ皆さんこれ開けていきます。おー、はい、1枚入ってません。もともとが何だったっけ。これは VF の52ですね。あはは、なるほど。どうでしたか。ちゃんと上がってますいや、これどうなの。結果はですね、もともと VF の52だったんですけど、 VF の53。お、53、52から53なので、これ上がったってことでいいんですかね。いや、これはどうなの。上がったのかな、これ。だってこれ上がったっていうのは男としてどうなのよ。いやいや、まあ、けど上がったのは上がってますよね。マジ本当に。早山さんこそもこれ男としてどうなんですか。自分がおごりたくないからって。いやいやいや、だってね、こんな微々たるもんだったら鑑定費用と比べた時にマイナスじゃないのよ。じゃあここはもう僕に渡さなくていいので、これ視聴者にプレゼントどうですか。ぜひ。おお、視聴者にコインをプレゼント、はい、そんなのやったことないし、すごい怖いんだけど、まあまあまあ、でもいいけどね、はい。まあ、それが一番僕らとしても世界としても平和になると思います。で、みんなハッピーになりますので、ぜひそうさせてください。ニック、まあ君はなんてね、いいやつなんだ。君はサンタクロースですかとよし、わかった。じゃあこれは、まあ、視聴者さんにプレゼントします。ビザンチンはいいですよね。この歴史もあって面白いコインです。ちなみにこの応募方法とか期限はどのようにすればいいですかね。そうだね、まあ、ハヤマンオークションみたいに概要欄の LINE にコインが欲しいですと一言欲しいかな。はい、せっかくなので新チャンネルでの1分でわかるアンティコインの登録をしているかがわかるスクリーンショットを一緒に送ってください。その中から抽選で1名の方にマジでお譲りします。ニックが決めました期限は12月15日までにしてください。急いでくださいね。結果はライブ配信と LINE でお知らせいたします。いや、ありがとうございます。これどれくらい応募来ますかね。もしかすると全然来ないかも。だから応募した人はマジで有利かもね。これからもまあどんどんね、こういう企画をやっていこうと思います。もしね、私のコインのスラブを割ってほしいなんていう勇者ある方々がいましたら、ぜひメッセージください。最後に復習です。概要欄の1分でわかるアンティコインチャンネルの登録をする。で、そして2つ目、その登録がわかる写真を LINE に送る。そして3つ目、コインが欲しいと一言送る。これをしないと応募対象にならないので気をつけてください。じゃあニック、はい、おごるおごらないはなしにしてお昼行こっか。はい。
で、そこはもうボスマンですから、早間さんおごってくださいよ。ふざけるな。分かったよ、じゃあもうこの後、じゃあ昼はおごるよ。それでいい？はい、ありがとうございます。やった、まあ、いやでも今回の、まあ、鑑定動画も面白かったね。はい、ニックサーフェイスがね、一つ上がっただけっていうね。このお家結構面白かった。面白かった、面白かった。思ったけど、できればもうちょっと動画映えする結果が良かったですけどね。そうだね、まあこれもね、コイン投資の醍醐味じゃない、でもね、はい、うん、ではコインプレゼント企画、皆さんのご応募お待ちしてます。おやすみ。